ロジェミラことアルベル・ロジェムーミラーはカメルーンやウンデ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。幼少時は鉄道員である父に連れられ頻繁に転居。13歳の時カメルーンのドゥアラにあるクラブと契約しプロサッカー選手としてスタートを踏んだ。18歳の時別のドゥアラのクラブで初めてのリーグ制覇を達成した。 1976年、トネールやウンデに移籍し、そこでアフリカゴールデンボール賞を受賞した。1977年、フランスのバランシェンヌ FC に移籍したが、控え選手のまま2年間を過ごした。1979年にはモナコに移籍したが、故障を繰り返した。翌年は SC バスティアへ移籍するも、目立った活躍を見られなかった。1984年に、 エースサンテティエンヌへ移籍し、レギュラーの地位を獲得。その後、1986年から1989年まで、モンペリエ HSC で活躍した後に引退し、コーチとしてクラブに残った。フランスでプレーしている間、1978年には、カメルーン代表に初めて選出され、1982年のスペイン W 杯に出場したが、 初戦のペルー戦でゴールを決めたものの反則により、取り消され無得点の引き分けに終わった。この時のカメルームは3引き分けの3位と1次リーグで敗退したものの検討した。2年後の1984年にはロサンゼルスオリンピックに出場した。1987年に代表チームから退き、その後インド洋のレユニオンに今日構え、プロとしては引退して、 アマチュアクラブのサンピエロワーズでプレーしていた。しかし1990年、カメルーン大統領ポールビアの電話での代表復帰の要請を受け、現役復帰を決断。不屈のライオンの一員としてイタリアで行われる 1990FIFA ワールドカップに出場した。開幕戦である前回王者のアルゼンチン戦では2人の 対場者を出しながらも1から0で勝利すると2戦目のルーマニア戦では2得点を挙げて勝利に貢献した。決勝ラウンド1回戦でもコロンビアから延長後半で2得点を挙げ、準々決勝進出を果たした。準々決勝ではイングランドに途中までリードしながら延長戦の末に敗れ、未来も得点できなかったが一度は逆転となったエジェール。 エケケのゴールをアシストする活躍を見せ、不屈のライオンの躍進は世界に衝撃を与えた。MVP 投票では4位に入った。ミラはこの大会中4ゴールを挙げ、コーナーポストを囲んでの歓喜の踊りとともに、世界中のサッカーファンに鮮烈な印象を残した。ミラは4年後の1994年、すでにプロリーグレベルの選手としては引退していたが、再びカメルーン大統領、 ポールビアから代表復帰の要請を受けアメリカ W 杯のピッチに立った。この時ミラはすでに42歳になっていた。ミラは恒例のために前回大会に比べ出場時間が極端に減った。この大会ではカメルーン代表は前回から一転して1分け2杯の成績に終わりグループリーグで姿を消した。最終戦となったロシア戦では オレグ・サレンコのワールドカップ記録となった試合5得点を含む1から6で惨敗。しかしこの試合で後半から投入された直後のミラが、カメルーン唯一のゴールを決めた。この時のミラは42歳1ヶ月8日であり、ワールドカップにおける最年長ゴールとしてなお刻んでいる。40歳大選手によるゴールも2018年大会終了時点でミラだけが達成。 w ハイ通算5得点はカメルーンは元より2014年大会でガーナのアサモア・ギャンが通算6ゴールを達成するまで全てのアフリカ国籍選手の最多記録だった。現在はカメルーンの特別親善大使を務めている。1999年ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で58位に選出された。2004年には FIFA100 の一人として選ばれた。2010FIFA ワールドカップの期間には、オフィシャルスポンサーのコカ・コーラの CM に出演した。ありがとうございます。